やー、今日はちょっと時間が空いて、改めて1日3時間ぐらいだったんですけど、撮影時間は。その短い時間とは思えないほど、すごいたくさんのカットを撮影してもらって、本当に沖縄に負けないぐらいの内容でした。でも撮影を通して思ったのは、こういうやっぱスタジオだったりとかお部屋で撮るのすごい綺麗なんですけど、外とかあとはその窓越しの自然光というか太陽の光を利用した写真とかはやっぱすごいナチュラルで綺麗だなと思いました。一人の時はグラビアとかはもうあくまで決めた感じのものが多いですけど、やっぱメンバーがこう入ってくることによって、一人の時よりも空気が柔らかいというかラフな感じで、出せますね。おとなしくはないですけど、あんま出さないので、人見知りなんで、そういう親しい人が近くにいないと、まず出ないので、メンバーがいるとだいぶ違います。重いですよね。今年ですか。そうですね。すごい個人としてもすごく充実してた1年だったので、走り切ったなっていう感じです。やりきったなっていう。Thank you.
そうですね、NMB48 も5年目に入るので、なんかこう一つ前のシングル、まあ、一番新しいシングルで初めてこうセンターが変わってっていうことにチャレンジできたので、またそういうことが今年もしてきて、まあ、さらに新しいメンバー、注目を浴びるメンバーが増えればいいなと思いますし、個人としても、まあ2014年の1年間で自分がやりたい音楽のお仕事をたくさんやらせていただいたので、それで自分も自分で曲を作って、それをまあ披露できるような場所があればいいなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございました。